時刻は11時を回りました。 FM 小沢お聞きの皆さん、おはこんにちはでございますね、宮島真一でございます、ここからの時間生放送でお届けしてまいりますよ。宮島真一の Let's go to the movie の時間、 FM 小沢のスタジオから12時まで1時間生放送でお届けいたします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。映画の話1時間、そうですね、いつもやってるんですけれども、まあ時にはゲストを呼んだり映画の話じゃないのかなと思いきや、やっぱり映画の話になってしまうというような、どんな話題もですね、なんか映画に、まあ、すり替えてというか、みんなと映画ユンタクできればなと思っておりますが、メッセージに関してはどんなメッセージでも別にいいですよ。もちろん最近見た映画とか大好きな映画でもいいですし、最近あったことでも何でもいいです。どんなメッセージでも送ってください。メールアドレスが今ね、ちょっと FM 講座ちょっと変わっておりますので、まあ、簡単なのでね、覚えてくださいね。FM 小座、E メールアドレスは 761fm小座@gmail.com。 現在このアドレスを使用しております。もう一度言いますね。FM 小座リクエストはこちらのメールアドレスで受付しております。761fm小座@gmail.com です。小文字、
でちゃんと言おうね、スペルもね。 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com しつこいようですけど、もう一度言いましょうか。 761fmkoza@gmail.com です。こちらまでどんどん送ってくださいね。よろしくお願いします。今日の1曲目は U2 のアルバムラトランドハム、魂の叫びという、これは映画だったんですよね、ドキュメンタリー映画。こちらはもう、こちらも1983年ですか、だいぶ前ですけれども、 U2 は今も頑張ってますよね。昔から続いてるバンドで、今結構息が長いバンドのうちの一つですよね。多分今一番メジャーな、ね、みんなが知ってるバンドで息長えなっていうのはローリングストーンズかもしれないですけれどもね。 U2 ももう長いですよね。ボノとかもういくつなってんだろうね。60まではいかないと思いますけど、でも近いのかな、ひょっとして。まあでもまだ50代だよね、きっとね。今日はその U2 のアルバム、映画のタイトルにもなりましたね、魂の叫びという映画、ドキュメンタリー映画 U2 のね、その中から B.B. キングと共演した曲があるんですよね。 B.B. キングが先月天国へ行っちゃいましたね。B.B. キングといえばもうブルースギタリストでありますけれども、僕の記憶が正しければ、リスナーの皆さんもひょっとしたら見に行ったよっていう人もいるかもしれないけどね、多分ね、僕の本当記憶が当たってると思うんですけど、確か B.B. キングという黒人の、ブルースギタリスト、シンガーは沖縄子供の国で一度ライブやってませんでしたか。僕はなんか来てるっていう、行けなかったんですけれども、確かね来てたと思うんですよ。 B.B. キングの情報をお待ちしてます。行ったっていう人いるんですかね。まあ沖縄だけでもなく、他のね、本土とか外国の会場とかで生 B.B. キングって見たことある人いるんでしょうか。何度か、2回ぐらいかな、笑っていいともにも出てましたよね、 B.B. キング。でっかいギターをね、確かタモリさんにプレゼントしていたような記憶もありますけれども、もろもろ B.B. キング情報を知ってる方がいれば、メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com までお寄せくださいね。それではお届けしましょうか。 U2 のアルバム魂の叫びから When Love Comes to Town。ツイキャスをお聞きの皆さん、おはようございます。宮島です。ユーストリームをお聞きの、を見ている皆さん、おはようございます。宮島です。ただいま、U2 のアルバム、魂の叫びから、When Love Comes to Town をお届けしております。
なんでか。本日の1曲目お届けしたのは U2 のアルバム魂の叫び、こちらは同名のタイトルドキュメンタリー映画がありました。そのアルバムの中から Love Comes to Town をお届けしました。宮島真一の Let's Go to the Movie、 この番組は Vacant Store Pictures の提供で1時間生放送たっぷりお届けいたします。時刻は11時11分を回っております。お届けしているこの番組は宮島真一の Let's Go to the Movie です。昨日ですね、ちょっと久しぶりにとある映画監督にお会いしましたよ。知ってる方は知ってるでしょう。老人と海という映画、昔ございましたね。あれもう1980年代だったと思いますけれども、老人と海という映画で、与那国島のですね、おじいを捉えました、ドキュメンタリーでね、という映画。最近では映画日本国憲法など、平和憲法の意義を訴えたアメリカ人映画監督ジャン・ユンカーマン監督の新作がですね、今月20日から桜坂劇場で、ウリズンの雨という作品ですね、新作ドキュメンタリーが公開されます。ウリズンの雨、僕も試写会の方で見させていただきましたけれども、知らなかったこともやっぱりたくさんありましてですね、
戦後の沖縄、いろんな方にインタビューをですね、撮って、映像をいろんな形でですね、いろんな場所から、沖縄の今をまた改めて考えさせられる映画となっておりました。沖縄今戦後70年ということで、いろんな形で映像という形でだったりとかですね、コンサートイベントであったりとか、いろんな形でまた、一つ向き合わないといけないよという、節目、の年を迎えているわけなんですけれども、この沖縄ウリズンの雨、長編ドキュメンタリー映画の監督ジャン・ユンカーマン監督、昨日お会いしましてですね、一緒にご飯食べに行きまして、すぐ近くですよ、 FM 講座の近くのね、絵の具っていう、夜は居酒屋、昼間はランチが食べられるですね、絵の具っていう、食堂があるんですけども、昼間はね、そこに一緒にご飯食べましたいろんな話ができましたけれども、まだまだいろいろ取材は続いているみたいで、その中でも映画が公開されるということもあって、昨日帰ったのかな、でも一泊二日の強行スケジュールで、新聞にも取材を受けていて、昨日の朝刊、沖縄タイムスの昨日の朝刊にもですね、インタビューが掲載されていました。大きく載ってたね、ジャン・ユンカーマン監督のですね、インタビューが昨日の沖縄タイムスの朝刊でも掲載されてますので、誰なんだろうと思った方は昨日のタイムスの朝刊もですね、ぜひチェックしてみてください。ジャン・ユンカーマン監督の新しい映画沖縄ウリズンの雨について、インタビューを受けております。その辺のですね、インタビューをぜひチェックしていただきたいと思いますけれども、いろんなやっぱりね、僕が映画好きであることで、これまで40数年生きてきましたけれども、つながりがありましてですね、このジャン・ユーカーマン監督の映画を作っている制作会社シグロっていう制作会社があるんですけれども、シグロももう30周年記念になるんですね。そんなシグロという映画制作会社の、映画11年ぐらい前の作品、風の音と書いて風音という映画がもうこのシグロで作られた作品なんですけれども、それに僕制作としてお手伝いで約3ヶ月ぐらいかな、映画の現場に初めて僕が3ヶ月みっちりですね、映画がこう映画を制作する準備段階から、映画制作入りました、撮影にクランクインしました、でクランクアップしました、その後にいろんな後片付けまでして、でなおかつ完成して上映するよという時も、またその当時は桜坂劇場もそうでしたけれども、まだ名護にも映画館があったりして、名護シアターという映画館でもその映画風音の上映のですねためのスタッフなんかもいろいろ手伝っていたので、いろいろこう、映画ってこうやって作られていくんだっていう、一つのね、制作過程というのを体験させてもらった作品でもあったんですけれども、そこからのご縁がね、その時のスタッフであったりプロデューサーであったり、ずっとつながっていてですね、沖縄に僕は住んでるんですけれども、ずっと連絡もあって、それぞれの時折でですね、時々でお会いして輸託してでやってるつながりがずっとあってですね、今回のこのジャン・ユンカーマン監督のウリズンの雨の撮影も僕は2日ぐらい同行したんですよね。その時の映像っていうのは、コザの町、去年のですね、おととしの道ジュネエイサーの季節のね、6月、7月、8月ぐらいの、あれはもう結構オーラスだったから、確かもう超暑かった、8月だったと思いますけどね、旧盆前のまさに、でも本当に旧盆真っ最中だったな、道ジュネの時だったからね、その時もカメラを回してたんですね。ドキュメンタリー映画って本当に大変で、いろんな映画それぞれ大変なんですけども、とにかく撮り続けて話を聞いて映画を組み立てていくんですけれども、ものすごい多分ね撮ってるんですよ、時間をね、そう何時間撮ったんだろうねトータルで、それをこうギュギュッと絞って本編になるときには2時間28分という時間にはなってるんですけれども、それでもね、一つの映画を見るってなったときに2時間半かちょっと長いなと思うかもしれないですけれども、僕はもうちょっと長いバージョンを見させてもらったときにそんなに長く感じなかったですよ。やっぱりメッセージがビンビン伝わってくるパワーあふれるドキュメンタリー映像だったので、ぜひ見ていただきたいなと思います。映画沖縄ウリズンの雨、どんな映画っていうと、戦後の
沖縄をどう今向き合わないといけないのかといえばもうざっくりわかると思うんですけれども、それでも我々は知らないことがたくさんあって、僕はこれを見た時に、はあ、またやっぱり考えないといけないなっていうことをたくさん思いましたね。監督の言葉がですね、映画のフライヤーチラシに書かれてますので、ここでちょっと紹介しましょうね。監督ジャン・ユンカーマン、想像もつかないほどの戦争体験をした沖縄の人々は一貫して戦争を拒絶してきました。しかし米軍は沖縄を戦利品として扱い、膨大な基地を建設、それらを拠点として朝鮮、ベトナム、中東で戦争を続けてきました。平和を求める沖縄の文化と戦争を選ぶアメリカの文化、対極にある2つの文化が狭い島に共存せざるを得なくなったのです。米軍基地を撤廃するための戦いは今後も長く続くでしょう。沖縄の人々は決して諦めないでしょう。しかし沖縄を戦利品としての運命から解放する責任を負っているのは沖縄の人々ではありません。アメリカの市民、そして日本の市民です。その責任をどう負っていくのか問われているのは私たちなのです。こちら映画監督ジャン・ユンカーマンさんの言葉です。映画沖縄ウリズンの雨は桜坂劇場で6月の20日から、今聞いてる情報ではね、6週から7週ぐらい、1日1回2回という感じですけれども、まあ、ロングで、約1ヶ月以上はやるということですので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。この映画、僕がやっているコザのカフェシアターシアタードーナツでもですね、まあ、いつかちょっと、タイミングを見てですね、やれたらいいなと、昨日プロデューサーの山上さんとね、監督のジャンさんともいろいろご飯食べながら、ジャン監督はゴーヤーチャンプルを食べてましたね。やっぱ沖縄好きみたいですよ。一回だけ飲んだこともあったかな。島好きだしね。もうほとんどうちなんちゅうじゃないかと思うぐらい、ジャンさん。まあ普段は東京にいらっしゃるんですけど。それで、プロデューサーの山上さんは、まあ普通に生姜焼き食べてたな。僕は、絵の具さんの、ね、食堂絵の具さんの黄色いカレーを食べてました。相変わらず、お店の、エミちゃんは元気でした。まあ映画の話をすると、まあ止まらなかったりもするんですけれども、面白かったのはね、食堂絵の具のエミちゃんに、この人ジャンさんって言って映画監督なんだよってさ、いや本当にな、いやあんた早くから言っとけばコーヒープレゼントしたのにってとかね、だったら写真撮ろう写真撮ろうとか、Facebook で宣伝するからとか、まあ、こういうテンションがもう最高ですね。本当に嬉しいですよ。食堂の宣伝になってるけど、それはそれでいいよしとして、エミちゃんもね、新聞ちょうどタイムスがあったからね、こここの人だよって言ったらさ、すごいすごいって言って、見てみるさねとか言ってましたけどね。こうやって映画と人が結びつく、人を通してね、作家さんと通して結びつく瞬間っていうのは、僕は見ててとってもいいなぁなんてとても思います。だからそういう距離感っていうのはね、シアタードーナツなんかでも映画を見た後、監督とユンタクするとかっていうのをいつも考えてますけれども、そういうイベントではないですけれども、こういうところからもね、なんかいろいろつながっていく瞬間っていうのは見てて面白いですね。さあ、その映画沖縄ウリズンの雨を制作したシグロ30周年記念ということなんですけれども、ちょうど10年ぐらい前に僕が参加した時の、風音のサントラに、サントラというか映画に使われている音楽をですね、ちょっと久しぶりに僕かけたいなと思うんですけれども、そういうつながりっていうところからね、何年も経っても元気いしんちゃんとかね、今度こんな映画作って見てみてとか、今度こんな映画やるから宣伝してとかって言われるっていうのは、これはもう本当に財産ですよね。そういうつながりっていうのはね、とっても嬉しかったです。ではですね、僕は10年前に本当に映画の制作するというフルな経験をしました。映画風音の映画のに使われた曲の中からお届けしたいと思います。これはですね、タラフドゥ・ハイドゥークスというですね、ヨーロッパのバンドなんですけれども、そのバンドのバンド・オブ・ジプシーズというアルバムの中から、タイトルが面白いんですよね。ドナウを渡るコウノトリ、カラスと一緒に、これをお届けしたいと思います。すごく、なんだろうな、響く曲ですよ。まず聴いてみて。
E メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com です。 FM コザ間違えた。 E メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com です。もう一度言いましょう。 761fmkoza@gmail.com までメッセージ、どんなメッセージでもいいです。映画のお話でもいいですし、朝起きて考えていたことでもいいですし、今何をしているかでもいいですし、送ってくださいね。待ってます。今流れている曲はタラブドゥハイドゥークスというバンドで、曲名はドナウを渡るコウノトリカラスと一緒にお届けしています。かっこいいな、タラブドゥハイドゥークス。一回ツイキャス止めようか。もうすぐ30分だから。一回止めるけど、すぐ戻ってきてね。戻ってくるね。
はい、お届けしたのはライブテイクだったんですけれどもね、タラフドゥハイドゥークスというルーマニアのバンドなんですけれども、映画風音という作品でですね、劇中に使われていた曲です。タラフドゥハイドゥークスはルーマニアの首都ブカレストの南東クレジャニ村のジプシーバンドです。ジプシーバンドって言ったりロマバンドって言ったりするんだね。メンバーがですねすげえめちゃめちゃいるんですよ。多分何十人っているんですよ。なので来日公演とかする際はですね、全員が全員は多分来れないんじゃないですかね。一度沖縄にも来てたんですよ。はい、映画風音に合わせてですね、名村ホールと、沖縄市民会館でもタラフドゥハイドゥークス、先ほど聞いていただいたバンドに来たんですよ。もうすごいかっこよかったですよ。僕もスタッフちょっとがお手伝いしたんですけれども、なんつったってね、打ち上げが楽しいですね。確かね、また俺また記憶が正しければなんですけれども、那覇のライブが終わった後は栄町の商店街のですね飲み屋さんでみんなで楽しく飲んだんですよ。言葉伝わらないんですけどね、全然楽しいんですよ。もう愉快なおじさんたちなんですよ、このタラフドゥハイドゥークスっていうバンドのメンバーは。おいでコザでも沖縄市民会館でねやった後に、あの時は今ちょっとお店の名前変わってますけれども、当時確か諸見食堂だったと思うんですけどもね、そこの2階で飲んだ記憶がありますね。もうね愉快すぎちゃって、バンドのメンバーがライブが始まる前とか、移動中とかでも手元に例えばバイオリンとかね楽器を持っていたらね、すぐ演奏しちゃうんですよ、いろんなところで。もうみんなをね喜ばせるんですよね、音楽でね。だからとっても、なんだろう、飾らない気取らないっていう感じでね。だからルーマニアの現場、本場で見るとどんな雰囲気なんだろうかと思いますよね。いつかそんな会場でタラフドゥハイドゥークスの音を聞くとまたちょっと印象が変わってくるんでしょうね。例えば、ビールの味のようにね、言うじゃん、やっぱり地元のビールを飲むと、お酒を飲むと、そのやっぱ地域で育ったお酒なんで、そこの風土に合った味になってるはずなんだよね。だからまた格別の感じがするという意味では、お酒の味も音楽の味もひょっとしたら場所と、ね、時間と、ね、空間で雰囲気はもちろん変わると思いますけれども、その本場っていうところで一度はやっぱりね触れてみたいものっていうのはありますよね。さあ皆さんが思っている何か本場に触れた瞬間って何でしょうって勝手にいきなりテーマ本物だなこいつはというですね、体験談も今思いつきましたけども、あと番組30分ありますからね、これは本物だったわっていう体験、見た時、発見とかねあったらどんなのがあったんでしょうか、教えてくださいね。 FM 講座、今アドレスがちょっと変わっております。改めて言いますよ、 FM 講座 E メールアドレスは 761FM 講座@gmail.com です。もう一度言いますよ、 761FM 小座@gmail.com です。こちらまでどんなテーマでもいいんですけどもね、送ってください。今思ったのは本物に触れた瞬間ってどんな時っていうことなんですけども、なんかいろいろあるじゃないですか。例えば沖縄ではね、僕は今日広島カープの T シャツを着てますけれども、キャンプ来ますよね、いろんな球団がね、ああいうのを見てる時にも、おお本物だすげえ、なんか
バットがボールに当たる音が違うとかね、そういう本物に触れた瞬間、感動した瞬間ってあると思いますけど、リスナーの皆さんにとってはどんな時がありましたか？本物に触れた瞬間。ツイキャスからメッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム AKB ファンさんからいただきました。宮島さんこんにちは。はい、こんにちは。以上ですね。いや嬉しいですね。挨拶大事よね。挨拶だけでもいいのでメッセージ送ってくださいね。お待ちしておりますよ。一旦 CM 行きましょう。番組はまだまだ続きます。時刻は11時35分を回っております。メッセージいただいてます。ツイキャスで、ラジオネーム、175センチ鼻詰めたさんからいただきました。初めて聞きますと、初見ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。この番組は宮島真一のレッツゴートゥーザムービーです。映画にまつわる話、僕のいろんな経験談などなど自由ですけれどもね、話してます。最後まで聞いてくださいね。そしてもう一方 AKB ファンさんからメッセージ。広島ファンなの？俺阪神やのに。ああそうですか。いいじゃないですか。阪神調子いいじゃないですか。そんな良くないか交流戦。広島はなかなか最下位から脱出できないでいますけれども、まだそんなにまだ極端な差はついていないので全然諦めてないですよ。はい広島阪神戦とかまためっちゃ盛り上がるよね。そうだよ。本物っていう、さっきね、本場に触れた、本物に、触れた瞬間ってどんなってなったけど、 AKB ファンさんはあのプロ野球の試合とかって、例えば甲子園球場で阪神戦を見た、すごかったとかありますか？あったら教えてくださいね。そしてラジオネームもう一丁来ました。175センチ鼻詰めたさんから、まずヒゲを生やした理由を教えてください。ヒゲ、ヒゲですね、生やしてもいい職業だからですっていうのがまず一つと、めんどくさいっていうのと、毎日剃るのがね、あとは20代の頃にライブハウスの店長をしていた時期がありまして、いろんなね大人たちが来るので、ちょっとこう舐められたくないっていう意味で、その辺ぐらいから生やしてましたね。まあ途中いろいろありまして、サラリーマン時代もあったので剃ってた時期もありますけれども、ヒゲを伸ばす理由はですね、ちょっといいじゃないですか。だって生えてくるんだもんね。あんまりこうせっかく生えてくるやつらをね
伸びてくるそばから刈るのもね、ちょっとかわいそうかなとかね、めんどくさいだけです。すいません、そんな理由でございます。メッセージありがとうございます。さて、次お届けする曲の話をしたいと思いますけれども、次はきっとみんな大好き、名前は知ってる、ロバート・デ・ニーロ。かっこいいよね。最近は最近見ないな。最近何で見た？最近見たのはマーティン・スコセッシが関わっていた映画で、うわっと忘れしたよ。ミシェル・ファイファーと一緒に出てた映画ですよ。みたいなすいません、調べます。まあ、とにかくそれはさておきですね、今日お届けするロバート・デ・ニーロの作品はですね、ミッドナイト・ランという映画です。刑事物なんですけれども、まあ刑事物といっても刑事を引退してフリーの賞金稼ぎになっている役をしているのがロバート・デ・ニーロなんですけれども、まあお尋ね者をですね、捕まえては賞金をもらって、警察に突きつけるというようなキャラクターなんですけれども、そんなロバート・デ・ニーロが演じる役はですね、ちょっとなんか切ないんですよね。で怒りっぽくて、ずっとタバコ吸っとるし、である依頼が来てそいつを捕まえたら、ちょっとまたそのくせ者なんですよね。せっかく捕まえたやつなんですけれども、いわゆる極悪非道な犯罪人でもなかったわけですよ、その捕まった人はね、捕まえられた人、デニーロにね。でそこからこういろんな珍道中になってしまうというアクションコメディでもあるね。でも最後はちょっと渋いオチが待っていたりするんですけれども、ロバート・デ・ニーロの癖でね、その麻薬柄としてですよ、左手に腕時計をしているんですけれども、この腕時計ね止まっているんですよ。でもたまにこう振ってみたり、耳に、くっつけて秒針がちゃんと動いてるか確認したりするけれども、ちょっと時計をですね気にしてるんですよ。なんでだろうかっていうのの話もですね、ちょっとキュンってくるんですけれども面白かったですね。だから映画の細かいこう演出でね、この物語を引きつける、引っ張っていくっていうようなちょっとした仕草とかでも引っ張っていけるっていうのはちょっと面白いな。まあ映画ってそういうの結構あると思うんですけれども、そういうのちょっと一つ教えられた映画でもあったですね。ぜひぜひ見てください。ミッドナイトランという映画、何回でも僕見てしまう面白い楽しい作品ですね。緊張感もあるし、笑いどころもあるし、ちょっと泣いちゃうところももちろんあったりとかしてね。映画ってそういういろいろこう喜怒哀楽が表現されてる映画って何回でも見れますよね。その映画ミッドナイトランから一曲お届けしたいと思いますよ。このミッドナイトランの曲を作った人はですね、ダニー・エルフマンといって、結構いろんなジャンルの映画を作って、映画音楽を作ってるんですよ。例えば意外だと思うかもしれないですけれども、バットマンとかビートルジュース、ディック・トレイシー、ってなるとティム・バートンとよく組んでるってことなんですよね。ちょっと面白いですよ。あ、メッセージ来てますね。曲をかけてその後また紹介したいと思いますね。ありがとうございます。映画ミッドナイトラン、ロバート・デ・ニーロ主演の作品からお届けします。テーマ曲そのままですね、ダニー・エルフマンでミッドナイトラン。ツイキャスのメッセージありがとうございます。175センチ鼻詰めたさんからのメッセージ、ロバート・デ・ニーロのアドリブなんですかね、時計振るのはってあるんですけども、いやそうじゃなくてね、映画のストーリーにちゃんとその理由が出てくるんですよ。それはだからまだ見てないと思うので、ツタヤとかゲオとか行って見てみてください。ロバート・デ・ニーロのミッドナイト・ランという映画です。元気出ますよこれ。笑えるし、泣けるし、ドキドキするし。そして AKB ファンさんからのメッセージも紹介しましょう。甲子園球場まで電車で20分で行ける、そんなところに住んでるんだね。応援しに行ってるよ。7回の裏のラッキーセブンの風船打ち上げ最高やでって言っていただきます。この間テレビで見てました。あれすごいね。あれってまた拾ってやるの？
やらないよね。すごいですね。ちょうどぐずってるうちの息子がね、一緒にテレビを見てて、その7回の裏のラッキーセブンの風船の打ち上げをね、テレビで見てて、え、見てほらこれどうなるかな、どうなるかなって言うんでね、見せて、おーすごーいって3歳の息子が言ってましたよ。でも広島カープのファンにさせたいと思います。メッセージありがとうございます。まだまだ番組続きますんで、どんどんメッセージ送ってくださいね。175cm 花爪田さん、宮島まで電車で20分のところに住んでます。おお、広島の、嬉しいですね。嬉しいっていうか、僕ん家まで20分ってことじゃないですよね。電車ないしね。宮島、僕は実は行ったことがないんですよ。広島自体に実は行きたいんです。いろいろ見たいんです。食べたいんです。奥田民生さんのライブも見に行きたいんです。今年行きたいな。やるよね、松田ズンズンスタジアムでね。行きたいけどな。なんかないっすか、仕事。なんかないっすかね。かっこいいな、ミッドナイトランドさんから。みんな見て、よく覚えてたら、よく覚えてたらというか、借りて見てない方は見てください。映画ミッドナイトランドの曲をお届けしておりますよ。よいしょ。渋いでしょ、かっこいいでしょ。今お届けしているのは映画ミッドナイトランという映画のサントラからお届けしておりますよ。かっこいいね。お届けしたのはダニエルマンの曲ミッドナイトランでした。早いもんで時刻はもう11時46分を回っております。お届けしているこの番組は宮島真一のレッツゴートゥーザムービーです。さてさてさて、メッセージ来てますね。ラジオネーム175センチ花爪田さんからツイキャスでメッセージいただきました。広島の宮島まで電車で20分のところに住んでますということですね。いやー、羨ましいな。広島、実は僕はまだ一度も行ったことがなくて、早く必ず行きたいと思ってるんです。見たいもの、聞きたいもの、触りたいもの食べたいものなどなど、いろいろあるんですよね。宮島行きたいな、奥田民生さんのコンサートも行きたいなっていつも思ってます。いつか必ず行きます。何か仕事で行けたらいいなと思ってますけどもね。ないっすかね。そうなんです。ツイキャスでラジオを聞きの皆さん、ツイキャスでは音楽はちょっとねかけられないんです。著作権っていうのがなんかあってですね、残念ながらかけられない、聞こえないんですけども、そうね、小座まで来てください。沖縄市小座に遊びに来てください。花爪田さんは、FM 小座のこの番組を初めて聞いてるということなので、自己紹介しましょうかね。僕は宮島真一と言います。小座ではいろいろやってます。映画館をやってみたり、映画館の名前はシアタードーナツと言います。
これ宣伝です。シアタードーナツを盛り上げつつ、テレビ番組ではコザウェブというウェブサイトがあるんですけれども、コザの裏側という番組もやってます。もうすぐ100回記念放送も流れますので、コザの裏側を見るとまた沖縄市コザに来たくなるような番組だと思いますので、コザウェブで検索するか、もしくはコザの裏側で検索してください。YouTube で過去の97作品ぐらいですか、作品って呼んじゃいますよ、番組を見ることができますので、そちらの方もぜひチェックしてみてはいかがでしょうかね。そうそうそう、ありがとうございます。もう一つメッセージありますね。カープの応援、広島カープの話になってきてだんだんね、カープの応援で最近内輪でホームランというのがありますが、それについてどう思いますか。全然わかんないね。そうなの、内輪でホームランという応援の仕方があるの、どんな感じだろう。なんかで探して見てみるね。実は本当にだからさっきも言ってますけどね、なんかツイキャスの調子も悪いね。いろいろみんなくたびれてるね。もう半年、今年ももう6月だから、梅雨だから、なんかいろんな機材があって大変さ。はい、そうなんですね。広島で何、内輪でホームランっていう応援の仕方があるって聞きましたけど、僕知らないっすね。またですね、機会があったらですね、機会を作ってですね、僕は行きたいと思ってますよ本当にね。ただただカープの T シャツだけ着てるだけだろうと思われたくもないのでですね、大丈夫です。行きますよそのうち、いつかきっと絶対。はい、メッセージありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきてまいりましたね。今日のお別れソングはですね、マイクル・ジャクソン、そうなんです、マイクルの曲でお別れしたいと思います。これはフリー・ウィリーという映画ありましたね。あれはシャチだよね。それでこの曲を知ってる方も多いと思いますけれども、Will you be there? を聞きながら今日はお別れしたいと思います。ちなみにマイケル・ジャクソン、僕大好きです。マイケル・ジャクソンのプロモーションビデオを見て育ったと言っても、ね、過言じゃない人はたくさんいるんじゃないでしょうか。夢中になりましたよね。スリラーであったり、ビート・イットであったり、ね、その後もいろんな CG を、ね、駆使して新しいプロモーションビデオをボンボン、バンバン作ってた人ですよね。だから亡くなった時には本当にショックでしたよ。本当にあの人は死なないもんだと思ってましたし、まあ今でも僕らは死んでるとは思ってなかったりしますよね。はい、マイケル・ジャクソンのアルバム Dangerous の中から Will You Be There を聞きながら今日はお別れしたいと思います。まあここだけの話、実はですね、僕はフリーウィリーを見ていない見ていないんですね。いつか見ることがあったら見ると思います。はい、今日はマイケル・ジャクソンでお別れしましょうね。この番組はUstreamのアーカイブでも、もうちょっとしたらまた出ますんで、初めから聞きたいなと思った方はですね、インターネットでアーカイブを FM 小座の Ustreamを探して、過去の放送というところがありますので、そこをクリックすると探すことができると思いますので、チェックしてみてくださいね。さあ、シアタードーナツの情報を最後にちらっと。沖縄市一番街小屋バス停すぐそばにあります建物2階のシアタードーナツで現在上映中の作品は、コザで撮影されたハイサイゾンビ、そして浦添で撮影されたタマコとチョウチカの呪文、どちらも楽しいエンターテインメントホラーコメディ作品となっております。まあ、タマコはそんなにホラーしてないですけれども、まあハイサイゾンビはゾンビって言ってますんで、ゾンビがそれは出てきます。でも商店街を道巡礼するゾンビは見応えありますので、ぜひコメディ映画と思って遊びに気軽に来てください。もちろん手作りドーナツも同時に販売しておりますので、お土産にも一ついかがでしょうか。シアタードーナツの情報もインターネットで見れます。ホームページもありますので、シアタードーナツで検索してみてくださいね。今後の上映作品もいろいろありますので、ぜひそちらの方もチェックして、コザの街に遊びに来てくださいね。ツイキャスやユーストリームだと結構ね、県外から聞いてる方がやはり多いので、いろいろコザの魅力をですね、FM コザであったり、コザウェブであったり、まあ、いろんなところで、情報が出てますので、この番組を聞いて、なんだコザって面白そうだなと思った方は、ぜひ
小沢ウェブなり、まあ、シアタードーナツのホームページもそうですけども、いろいろ情報を探って遊びに来るときにより何倍も楽しくなると思いますので、チェックしてくださいね。さあ来週もまたこの同じ時間に、お耳にかかりたいと思います。宮島真一の Let's Go To The Movie、 この番組はベイキャントスターピクチャーズの提供でお送りしました。また来週お会いしましょう。ツイキャスのメッセージもまたありがとう。最後までちょっとギリギリまで読もうか。AKB ファンサッカー、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。175cm 鼻詰めたさから宮島さんの知識にやられました。お疲れ様でした。いやそんなことないですよ、別に僕は何も知らないです。いろいろ教えてください、逆に広島のことも。また来週も聞いてくださいね。宮島でした。また来週、さよなら。